はい、どうも、シューコンティータイムようこそ。ということで、今回からですね、こちらの、ジュラ島暮らしというね、ゲームやっていきたいと思います。このゲームは、南国の、ね、南の島で、ゆっくりと、南国生活をね、送れるという最高のゲームですね。さあ、早速やっていきましょうか。多分、沖縄ら辺なのかな？ある日、僕は都会の生活に疲れてしまったんだ。もっと広い空を見たくて、穏やかな海が見える砂浜に立ちたくて、気づくと僕は遠い南の島、チュラ島への移住を決意していた。すごいよね。なかなかこんな、ねえ、島に移住するのって難しいじゃん。ああ、長い旅路だったな。飛行機に乗って船に揺られて、最後はバスっと。よし、チュラ村は、チュラ村かな？チュラ村はすぐそこだ。ワクワクするな、ドキドキするな、早く行ってみよう。いい、もう世界観がもういいね。到着した日、チュラ島暮らし。うわー、いいね、こういう CM っぽい感じのね。はい、さーい。金城さんかな？金城さんかな？こんにちは。やーが、この村に住みたいっちゅう、山と中が？まあ、トリマや、メンソーレ、難しい言葉だね。あ、なんか女の子出てきた。あは、うちな口は、山トンチュには、難しいわよね。ちょっと同じ、おまじないをかけてあげる。ほうほう。うちな口？都会人みたいな感じなのかな？君がこの村に住みたいっていう、内地から来た人だね。とりあえずようこそ、内地の人っていう意味なのか。あ、はい、よろしくお願いします。で、ここが？この家が君のために用意した家さ。何か困ったことがあれば村の人間に遠慮にゃく相談するといいよ。遠慮にゃくって言っちゃったな。じゃあ僕はウージー畑でハブ退治をしてくるからまた後でね。いい人そうだね。で、君は誰なんだろう。どう？言葉の意味がわかるようになったでしょ？君は？内緒。言葉は、会話はこれで困らないと思うけど、全部分かっちゃったら面白くないかな。はい、たい。これで、日常よく使う内縄口はそのままよ。生活しながら覚えていくといいわ。はい、さいとか、はい、たいとか、何なのかな。それはね、ここで住むために、一番大事な言葉、こんにちはっていう挨拶よ。男は、はい、さい。女は、はい、たいっていうの。そういう性別であるんだね。言葉が違うんだ。じゃあ僕は、はい、さいって言えばいいのかな？私に向かって元気よく挨拶してみて。挨拶をするときは左そすときで、はい、さいを押そう。Rってことかな？はい、じゃあ Rで、はい、さーい。はい、たーい。まだぎこちないけど、まあ、旧大点かな。それじゃあ、アンシェーや。バイバイっていう意味なのかな？あれ？消えちゃったね。なんか不思議な子だな。ま、いっか。はい、さい、挨拶か。これからこの村に住むのだし、家に行く前に村の人たちに挨拶するかな。それから、この島で方言とかいろいろと覚えていくために図鑑を作ろう。まずは、はい、さい、はい、たいを方言図鑑に記録っと。あ、これでいろいろ見れるのかな？こうやって、どれだろう、ボタンとか。あ、Rで、はい、さいで、別に今のところは見れないのかな、その図鑑はね。で、じゃあ、家の中入れないから、村の人たちにね、挨拶していきましょうか。いますね。あ、てんてんてん、ユミさん。おっと、初めて会った人にはまず、挨拶しなくちゃな。右そすとき、はい、さいで、挨拶だ。じゃあ、はい、さい。はい、さい。はい、たい。さっき、夫から聞いたわ。あなたがこの村で暮らすために、本土からやってきたっていう山トンチュね。私は近所の妻のユミ。よろしくね。はい、さえ。あ、そう、毎回ね。りょうたくんか。はいはいはい。で、はい、さい。はい、さい。そうだ、男同士がはい、さいなのか。僕はりょうた。父さんは、ウージー農業、農園をやってるさ。ハブが多いから、父さんは大忙しだよ。手伝いたいけど、ハブ取りは子供には難しいって、減らせてくれないよ。ハブってさ、ハブ種とかのハブだよね。多分ヘビだよね。
毒ってないんだっけ、ハブって。あんまわかんないんだよな。そう、だからこれ毎回な、ケイコさんね。はいはい。ハイサイしようか。ハイサイ。ハイタイ。アイ。あなた。ああ。内地から来た、ヤマトンチュね。ヤマトンチュって、本土出身の人って意味よ。この村に移住するつもりらしいけど、しばらくはヤマトンチュって呼ばれると思うわ。まあ、悪意のある言い方じゃないし、気にしないでね。君は？ケイコよ。おじいちゃんは村長なの。何か困ったことがあったら何でもおじいちゃんに相談してみてね。うん、いい人ばっかりだね。あ、おじいちゃんか、おばあちゃんだな。はいさーい。はいたい。トウバル。すごい名前だな。遠い内地からはるばるとよくやってきたね。おや、あんたヤマトンチュなのに、うちな口がわかるようだね。それが、さっき奇妙な女の子と出会ってから、言葉が大体わかるようになったんです。ほうほう、そりゃきっと、いずれこの島の言い伝えなんかを話してやった方がいいかね。いいね。私は、トーバルって言うんだ。この村でばあさんって言えば、私のことだと思えばいいよ。うんうん、おばあちゃんかわいいね。まあでもとりあえずこれぐらいかな。おじいちゃんがいるっぽいんですけど、ここは入れないでしょ。なんか面白い作りしてるね、この家の作りっていうかさ、この土地感っていうの、なんだろう、この壁っつったらいいのかな。すごいよね、塀がね。はい、あ、おじいちゃんだね。ちょ、待て、ヒガさんね。はいはい。はいさい。はいさい。君が新しい住民かね。私がここチュラ村の村長のヒガだよ。ヒガじゃよ。村のみんなに挨拶回り仲介、いい心がけだね。村には今いるだけじゃなくて、他にも何人かの住民がおるが、仕事でよそに行っておってな。まあいずれ顔を合わせるじゃろう。その時は元気に挨拶するんだぞ。はい、わかりました。うんうん。それからこれは大事なことだから覚えておいてくれ。村に滞在して2週間が経ったら、君がこの島でどう生きていくか、その方針を決定してほしい。どういうこと？どう生きていくかの方針ですか。何、難しく考えることはない。その頃には自然と答えが出るじゃろう。了解です。滞在2週間、14日目を過ぎたらその答えを出すことにします。これで今村にいる人には挨拶が終わったな。ヤマトンチュってのは僕みたいな本土出身の人のことらしいな。あと、内縄口は方言と、この2つをしっかり覚えておこう。方言図鑑に2つの言葉が登録されました。うん。じゃあそろそろ僕の住む家に行ってみるか。確かあの不思議な女の子と出会った場所に立っている家だったよな。うんうん。この家でセーブとかできるのかな。ここかな。はいはい、行ってみましょう。おっ、すごい、入れる、ちゃんと。なかなか風情かな、風情のある家だな。風通しもいいし、なんだか懐かしい匂いがする。いいね。荷物も無事に届いてるみたいだし、家具や生活用品は揃ってるし、なんだか疲れが出ちゃったな。今日はもう出歩くのをやめとくか。大丈夫、1日目も終わるけど。一眠りする前にちょっと大事なことだけ確認しておこう。その日の行動を終了する場合は、ソフトキーメニューでメニュー画面を開きます。メニュー画面で行動終了を選択すると、その日の行動を、終了してこの家に戻ります。時刻はメニュー上に表示され、朝7時から夜19時までが行動時間となります。19時になると自動的に行動終了となり、この家に戻りますが、本日と同じように行動終了を使用可能です。なるほど。なるほど。今日はもう18時だから、もうじきに行動終了の時間だな。ぼんやり待ってみてもいいけど、寝る準備が整ったらメニューから行動終了を使ってみよう。はいはいはい。これ料理とかってまだできないのかな？なんかね、このゲームの紹介画面的に料理するね、画面があったってか、家広くない？寝る場所でしょ？ちょっとパソコンもあるし、ね、畳の上にさ、布団もあってめっちゃいい感じじゃない？で、いろいろなんか外にはね、花とか咲いてるし、で、ここは何だろう？
ここは物入れっていうかあれなのかな、押し入れ的な部分なのかな。 OK、 じゃあメニューを押しまして、一旦じゃあセーブできるかな。はいはい、到着時間が18時50分と今ね。で、ちょっとリアルの時間も今出てますね、右上にね、3時12分という。恥ずかしいね。じゃあ、今日の行動を終了しましょうか。自宅に戻って今日の行動を終了します。よろしいですか？はい。本日の行動時間が終了しました。いいね。うわ、でもめっちゃ癒されるな。ふぅ、明日から本格的にチュラ島民としてデビューだぞ。今日はしっかり寝ておこう。布団かぶりなさいよ、お腹出しちゃって。お腹壊すよ。寝てる。あ、女の子。なんだろう。遊んでもらおうかと思ったのに、長旅でよほど疲れちゃったのね。ま、いっか。明日からもこの女の子と遊ぶのかな、今日からね。はい。滞在1日目ということで、やっていきましょう。うわー、よく寝た。さて、家の中のことをちょっと確認しておこうか。ここが？この部屋に置かれたショーケースには、コレクションアイテムが保管されます。ほう。各ショーケースを調べることで中身を確認することができます。他の人には何でもないものでも僕にとっては大事な思い出になるかもしれないし、いろいろ探してみよう。なるほどね、石とか拾ってあれなのかな、コレクションできんのかな、もしかしたらね。面白いな。はいはい、炊事場はここにあるのか。料理は自信ないけど、そのうち自炊しなくちゃな。さてと、今は朝の7時、日の暮れる19時まで探検でもしてみるかな。いいね、楽しみですね。なんか本当に僕夏みたいな感じでワクワクしますね。じゃあ探検しましょうか。とりあえずじゃあちょっと話しかけていきましょうね。はい、はいさん、はいたい、はいさん、はいたい。まあでもこれはもう話しかけていいのかな。最近ハブが増えていてね。まあ気をつけていれば危険はないし、ネズミ駆除にもなるんだけど、あなたも村の外を歩くときは草むらには入らないようにね。ハブは怖いな。わかりました。草むらは入らないように気をつけます。お兄ちゃんが来る数日前に台風が来たんだ。そこら中の木がなぎ倒されて大変だったんだよ。まあ、沖縄とかって台風すごいらしいもんね。まだ森や丘へは倒木のせいで行けないんじゃないかな。なるほど。こういう感じで後半じゃないといけない部分もあるのね。古い井戸だ。今は使われていないらしい。で、おはようございます。おはよう。今日もいい天気ね。ヤマトンチュにはちょっと暑すぎるかしら。カラッとしていて風通しもいいし心地よい気候だよ。そっか、ならよかった。この、島は日差しが強いから日射病なんかに気をつけてね。熱中症的な感じか。了解です。で、おばあちゃん、おはよう。この村に移住してきたヤマトンチュの子だね。はい、僕なんかが本当にここに定住できるのかって少し不安もありますが。そうさね、でもあんたはどうやらあの子に気に入られているみたいだから大丈夫じゃないかね。あの子って誰ですか？ほら、あんたこの村に到着した時に不思議な子に会ったと言っていただろう。ああ、あの岩垣に座っていた女の子のことですか？あの子今日は見かけないけど。まあそのうち教えてあげるさ。焦らずゆっくりこの島に馴染んでいくといいよ。はあ、わかりました。おばあちゃんやっぱ可愛いね。本当にマジでいいおばあちゃんって感じ。優しいおばあちゃん。で、村長さんにも挨拶しようか。用意してあげた家の、居心地はどうかね。おかげさまで快適に過ごせています。ありがとうございます。ここも過疎っていうのかな、過疎が、進んでいるからね。若い移住者は大歓迎さ。孫の稽古も年頃だしな。よかったら嫁にもらってやってくれんかね。はは、考えておきます。いやでもね、普通に綺麗な女の人だからね、稽古さん。あ、おはようございます、近所さん。いやどうだい、チュラ村の居心地は。居心地って言いづらいね。ここで生活を続けるなら君も何か仕事を見つけないといけないね。でもまだ右も左もわからないし。そうだな、ゆいまるって言葉を知っているかい。
シマンチュ同士が助け合って生活するっていう意味なんだよ。ユイマール、助け合い。方言図鑑に記録しておこっと。小さい村だからね、いろいろと人手が不足していたりするものさ、するのさ。だからそういう人々の手助けをして、仕事や生活を覚えていくのも良いかもしれないな。確かにね。よし、これで一応とりあえず、今ね、登場している人物の人たちは話しかけたので、さあ、今が時間が8時ですね。ゆっくりといろいろとね、見ていきましょうかね。さあ、料理とかをね、してもいいんだけど、まだね、できなそうだから。草むらに入るとね、ハブがいるっぽいから、あんまりなるべく入らないようにっていうか、入れないんだけどさ。見ていきましょう、いろいろと。はい、バス停かな？町へ行くバスの、停留所だ。バスの到着時間が書いてある。うんうん。次のバスの時間は10時です。バスを待ちますか？現在時刻が8時50分。いいえ、あ、何？バスにも乗れんの？時間を有効活用、有効利用しないとな。うんうん。ごめんなさいね。本当に日本語がね、下手くそだからね。こんにちは。誰もいないみたいだ。お店は開けっぱなしで、不用心だな。田舎ってこんなもんなのかな。まあでもそんな感じだよね、本当に。シゲマっていうお店なのか。なんかアイスとかね、売ってそうな感じだけどね。で、ちょっと右側行ってみようか。車がありますね。これは仕事用の車なのかな。あ、すごい。でもなんか、島にしては結構しっかりめの場所じゃない？じゃあ挨拶しましょうか。はい。はいさーい。友寄せさんね。ん？君は観光客かい？今日はもう水揚げは終わってるさ。いや、先日、チュラ村に、引っ越してきたんです。おお、そうかい。いいね。若い子に、島に若い子が増えるっていうのは。おいらは友寄せって言うんだ。海んちゅ、つまりは漁師をやってるさ。ウミンチュは漁師か。方言図鑑に記録しておこう。ウミンチュはいいぞ。青い海で白い雲を見上げながら、母なる海から収穫を得る。まさに生きてるって実感がするのさ。ははは。でも僕は釣りも船も全然経験ないから。よしよし。それならおいらが趣味用に持っている釣り船を貸してあげよう。優しいな。洗濯場に、ボートがあるから、それをいつでも使ってくれ。釣り道具もあるから、大物を狙ってみるといいさ。ありがとう。あのモーター付きの船だね。はあ、これ使えるんだ。めっちゃいいじゃん。釣り船を借りれるようになった。へえ。で、バナナボートみたいなのあるね。あの黄色いヘンテコな船は？ああ、あれは。シーカヤックっていう手漕ぎの船さ。持ち主は商店のシゲマさんだから使いたいのなら頼んでみるといいよ。あれも使えるんだね。売店ってバス停の近くにあるあの小さな店のこと？そうさ。観光客なんてほとんど来ない島だけど、村人の生活用品を扱っているから重宝されているさ。シゲマさんは時々町まで仕入れに行ってるから、不在の時は次の日にでも訪ねてみるといいよ。いいね、優しいね。じゃあまあこっちは乗れないから、シーカヤックがある持ち主に許可をもらわないと使うことはできなそうだ。これで、はい、釣り用の小型船がある船を釣りを始めますか。ということで、一回じゃあちょっとセーブして釣りをねやってみましょうかね。いや、面白いな。今時刻が10時。あと7時間だね。で、割と時間は余裕がありますね。じゃあ、説明を聞きましょう。船に乗って釣りを行います。10個ある餌を使い切るまで続けることができます。最大10個なのか、1日ね。最初に仕掛けを投げ入れます。この時、下8キーでパワーを貯めます。まあ、ここら辺はコントローラーって感じだね。パワーが大きいほど遠くに投げることができます。はいはい。獲物がかかると浮きに反応があるので、タイミングよく決定キーを押します。はい。獲物の釣り上げは決定キーを連打してください。あ、連打なんだ。へえ。じゃあ割と簡単そうだね。やってみましょうか。釣りをしようということで、普通に A でいいのかな。下か。あ、下キーで貯めて、
はい。で、浮き足沈んだら決定キーで A でいいのかな。はい。で、連打。連打すればいい。おら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 、連打力には自信があるよ。おら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 、オッケー。魚じゃないの？一匹目が、エラブウミヘビっていう、まあ、ウミヘビですね。お、でも36センチ結構でかいんじゃないのかな。図鑑に記録されました。かわいいね。なんか綺麗な見た目してるね。最大サイズを更新した。めっちゃ、ってか音楽っていうかこう波の音とかさ、めっちゃ癒されるんだけど。いや、楽しいぞ、このゲーム。こういうね、なんかあのさ、スマホとかじゃなくて、この昔のガラケーでできる感じのミニゲーム集みたいなゲーム大好きなんだよね。来た。グルクマ。25センチ。なんだろう、これって何魚なんだ、青魚なのかな、知らない名前だね。やっぱ沖縄特有の、ね、結構南国系の魚なのかな。あ、ごめん。あ、やばいやばいやばい、間違えた。あ、でも、間違えて A をおっしゃってまれなんだ。釣れないと餌はなくならないんだね。しかも結構釣れるまでにすぐ時間がね、短いからやりやすいね。ダツ。あ、これは知ってるな。ダーツみたいな魚だよね。29センチ。はいはいはい。いいね。これは何だろう。最終的に釣った魚はどっかで売れたりするのかな。だったら結構胸熱だよね。いやー、いいな。こうやってさ、もう、田舎のこうやって釣りをして自給自足みたいな感じでね。こうやって暮らしてってさ、もうのんびりと暮らしたいもんだね、ほんとに。はい。糸引き味。ほう、35センチ。37センチですね。イェーイ。オッケー。これで餌を使い切ったので、はい。今回の総合結果、釣った数は10匹で、釣った種類6種類。で、最大サイズが6匹ということで、ごめんなさい、日本語がね、6匹ということで、結構いい感じじゃないですかね。もう一回話しかけるか。釣りはやってみたかい？投げるポイントによって、釣れる種類が異なるから、いろいろと試してみるといいぞ。あ、なんだろう、そういう違う投げ方があるのかな？さっきは全然もうずっとね、下のキーを押すだけだったけど。面白いな。で、まあ、右側のね、場所は、こうやって釣り場っていうことだね。で、上に行ってみようか。右斜め上に行ってみよう。あ、ここは倒木があって通れそうにない。これはまた後日なのかな？後日、通れるって感じですね。で、まだこのジゲマさんはいないので、左側に行ってみようか。こっちは、あ、町方面だから、歩いていくには遠いからバスに乗るのが無難だな。町にも行けるんだよね。今何時なんだろう？ 12 時半か。ちょっと町に行ってみる？はいはいはい。何時に着くんだろう？あ、3時ね。じゃあ、行きましょうか。13時のバスを待つことにした。来ましたね。速攻できたな。バスちょっとちっちゃくない？はい。これで、町に来ましたね。普通に話しかけていいのかな？町の人、アガー。あ、アガー？アガーっていうのは痛いってことさ。実はこれから歯医者の、あ、虫歯の治療でね、アガー。なるほど。方言図鑑に記録しておこう。アガーか。へえ。町にはいろんな、飲食店があるだろ？僕みたいなジョーグにはたまらないよ。なんだろう、ジョーグって。グルメ的な感じなのかな？食いしん坊って意味さ。ああ、なるほどね。いいね。なるほど。方言図鑑に記録しておこう。へえ。あ、しげばさんだ。おはようございます。今日は大事な商品の仕入れなんだ。悪いけどまた今度な。うん。稽古の、あ、お母さんだ。はいさい、はいたい。お兄さん、チュラ島の、土産はもう決めたかい？あら、この島の住民なの？へえ、チュラ村に、移住したのかい？うんうんうん。まあ、稽古のお母さんか。結婚するかもしれないからね、稽古だけね。あはは。よし、じゃあ、はあ、あの人のこと、デイジー大好きなのに、めっちゃってことかな。デイジーってめっちゃかな？デイジーっていうのはとてもっていうことね。はいはいはい。でも結構なんか、思ったよりも分かりやすい。ね、使い方が似てるから、同じだから、言葉が違うだけっていう感じでいいよね。かわいい、いいね。犬なのかな？あ、犬のこと、やっぱりか。犬のことよ。あら、あなた、ヤマトンチュ？これでも、シマンチュのつもりなんだですけど、方言図鑑に記録しておくか。うんうん。ボンボン犬がいますね。こっちにはもう行けないのか。もう、町はこれで終わりか。OK です。まあ、とりあえずね、まあ、しげまさんとかに、ね、挨拶することは一応できたから、
これで一回家にね帰りましょうかね。はい、で今の時間が2時50分ということで、もうこれで行ける場所は全部行ったかな。多分行ったよね。右もね、右下も左下も行った。で他 こっち側の右とかって全部行けなかったよね。何もないと思うから、うんうん、何もないね。 OKOKOK。 はい、じゃあこれで一応全部ね、このチュラ村、チュナ村っていうのが、チュラ村っていうのかな、わかんないけど、は全部回ることができましたね。 OK です。じゃあ一旦今日は家に帰りまして、もう特にやることもないんでね。で料理してみますか。できるかな。炊事場がある。料理は自信、あまり自信がないけど自炊しなくちゃな。うん、料理できないの？ねえ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 、料理してくれよ。自炊しなくちゃなとか言いながら全然料理しないじゃん。そっか、まあいろいろこうやって図鑑もね、はいはい、釣った魚とかも見ることができるわけですね。何本ぐらいあるんだろうね、魚の図鑑とかもさ。あ、30までか。まあまあまあ、でも 20% とか割と言ってるね。で方言図鑑も 45%、 もう半分ぐらい言ってますね。で食べ物、これは料理だね。料理がどうやって作るのかがまだ分かんないからね、そこをちょっと早めに分かっておきたいね。じゃあ一旦ねえ、別にこの魚とかをさ、このボックスに入れれるわけじゃないから、まあ、じゃあ一旦ちょっとセーブしまして、じゃあ今日のね、行動は終わりにしましょうかね、一旦ね。はい、じゃあ今日の行動を終了する。本日の行動時間を終了しました。今日はいろいろあったな。そうだ、せっかくのパソコンを持ってきたから、この生活を日記がてらブログにでも書いてみようかな。うんうん、タイトルは、初心者四万十の島暮らしブログでいいかな。んかちょっと微妙にダサくない。よーし、毎日投稿するぞ、更新するぞ。あー、でもすごいちゃんと作ってね。南の島から、都会からこの小さな、チュラ村にやってきた新米シマンチュが毎日つける日記代わりのブログです。ハイサイはこんにちはの挨拶、ブログのタイトルにしてみたよ。うんうん、あ、それで終わりなのかい。短いな。はい、滞在2日目チュラ島暮らし。はい、おはようございます。あ、よく寝た。今日は何をしようかなということで、はい、ということでですね、今回1回目のねチュラ島暮らしはこれで終わりたいと思います。また次回ね、2日目をねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねー。